フィレンツェの日没の風景、スタンダール・スタンダール・シンドロームは、フランスの作家スタンダールが、1817年に、初めて、イタリアへ旅行した時に、フィレンツェのサンタクローチェ聖堂の内部のジオット等の、フレスコ画を見上げていた時に、突然めまいと同様に襲われ、しばらく呆然としてしまったということから、1989年、イタリアの心理学者、 グラツエラ・マゲリーニが同様の症状を呈した外国人観光客の例を数多く挙げてこのように命名したもの。彼女によると、崇高な充実感と同時に強い圧迫感が見られたという原因は解明されていない。憧れのイタリア美術の精水を目の当たりにして、その作品の中に吸い込まれるような経験をするのだという説もあるが、イタリアのローマやフィレンツェ、 ミラノのような都市は見上げるような人を圧倒する美術作品、建築が多く長く上を見上げて眺め続ける姿勢によりめまいや吐き気、失神が引き起こされるという説もある。このような症状が起きるのはほとんどが西ヨーロッパの国々からの観光客でイタリア人にはほとんどない。またアメリカ、日本からの観光客にもこのような症状が出ることはほとんどない。 1996年のダリオ・アルジェント監督のイタリア映画で同名の作品、スタンダール・シンドロームと題するものがある。アメリカの猟奇連続殺人の捜査のためにイタリアを訪れたアメリカ人の女性捜査官がフィレンツェの情報提供者から呼び出されたウフィェ美術館で美術作品を見上げていると突然のめまいに襲われ、 ということでこの症状を物語の色付けに用いた作品である。ありがとうございます。